すげーなし。こんにちは。こんにちは。今回は、世界最大のノコギリクワガタ、ギラファノコギリクワガタのご紹介です。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらが世界最大のノコギリクワガタ、ギラファノコギリクワガタです。大きさは110ミリから120ミリぐらいまで大きくなります。どうですか？かっこいいよね。ギラファノコギリクワガタには、産地がいろいろありまして、はい、まあ、有名なところだとフローレス産とジャワ産っていうのがあります、はい、どちらもインドネシアなんですけど、その産地によってちょっと、特徴が変わってきてます。これジャワ産とフローレス産っていうのがあるんですけど、どちらが好きですか？やっぱり両方好きだよね。ジャワさんの方がちょっと小さいんですよ。じゃあフローレンスさんだね。結構愛ですね。やっぱ大きい方がかっこいいんで。あ、ちなみにこいつはフローレンスさんです。あ、やっぱり、大きいですよね。でかいよね、かっこいいよね。まあ、大きいのが好きですか？まあ大きいのが好きですね。そうですよね。もう大概もう最大値っていうのが、世界最大っていうのが、やっぱり子供たちも喜びますもん ね。俺も喜んじゃいますから。喜びますか？喜びますね。同じ80ミリのギラファノコギリクワガタだったらどっちがいいですか？どっちもって感じですね。どっちも。ただジャワさんの方が最大値が低い分、少ない分、顎の湾曲がですね、同じ80ミリだったらジャワさんの方が湾曲がかっこいいんですよ。あ、なるほど。逆にね。逆にそうですね。もう最大値が、まあ、120ミリまであると、120ミリの中の80ミリだから、そんなに湾曲しなくなっちゃうんですね。あれのまっすぐ向いてるやつですね。ちょっと寂しいですよね。寂しいよね。そうです、まっすぐちょっとなっちゃってる。ちなみにこの子は100ミリあります。フローレスさんです、これは。なるほど。100ミリぐらいあるともうだいぶ、そうですね、湾曲も相当かっこいいんですけど。そうですね。だいたいこれが、いくらぐらいすると思いますか？まあ100ミリのフローレンスさん、まあ普通に考えるとまあ 4,5 千はするのかな。あ、だいたいそんなもんです。だいたい 4,5 千円か、まあいった値段になります。すいませんね、一発で当てちゃってね。いえ、大正解です。はい。このギラファ飼ってみたいと思いますか？飼ってみたいね。増やしたい。増やしたいわ。以上、ノコギリクワガタでした。ギラファね。あ、ギラファです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。